はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。ということですね、本日はですね、8月一発目の動画ですね。はい、8月入って皆さんどうですか、調子。まあ僕はね、相も変わらず元気にやっていきたいと思いますんですけども、今日の動画はですね、ちょっと普段と変わった動画ですね。使ってみた動画とかガチャ動画ではなく、おそらくですね、ちょっとここのニュースとかには書いてないんで知らない方もいると思うんですけども、明日ですね、8月2日から8月9日までダルビッシュさんの主催する大会が始まるんですよ。これすごくないですか。これあのダルビッシュさんが今ね、もうサンディエゴパドレスでバリバリ投げてるダルビッシュさんが、今日もねちょっと朝の9時半から試合があるんですけども、ちょっとこの撮影終わったら見たいと思うんですけどもね、ダルさんの大会があるんですよ。でしかもその商品、まあ、景品って言うんですか、すごく羨ましい景品があって、まあ、これ見てもらったら分かると思うんですけども、まず優勝した方にはこのね、バット、まあこの8位内に入った方にはオリジナルバットがもらえると、順位に応じて色が変わったりするんですけど、で本塁打王には直筆サイン入りの色紙と、副賞としてゲーム内での特別な称号やアイテム。多分このね、特別な称号やアイテムっていうのは、おそらくあれですよね、何、僕やったこの日本一っていうね、称号があるじゃないですか。これですね。これを多分称号とかもらえるんじゃないかなと思ってるんですけど、わかんないですけどね。で、ここまで聞いたらおそらく、いつも強い人が勝てるやんって。もう俺別に関係ないし、みたいな。言うてる方多分いると思う。うん。まあ、確かに強い方は強いかもしれない。ただこのルール見てください。リアル起動なんすよ。これはね、結構ね、まだね、あんまり皆さんやってないんですよ、リアル起動って。バリバリ普段から練習してる方いなくて、で、しかも1点飛んのも結構きついんですよ。練習僕何回かやってるんですけど、この1点の重みがすげえ大事な試合になるんで、例えば、まあ、難しいけど、例えばちょっとこうランナー出たらバントとかしたり、普段リアタイやってない人もちょっと挑戦してみるってのもありやと思うんですよ、俺。だって実際僕練習やってみてバリバリ打てるわけじゃなかったんで、生放送見てもらったら分かると思いますし、まあ、今日も多分生放送で練習すると思うんですけども、ちょっと見に来て一回、あ、これやったら俺いけるなっていうのをね、ちょっと感じてほしいですね。でそのためにですよ、そのために普段リーグとか育成とかしてる人では持ってるんじゃないかというピッチャーを、この実戦で使えるピッチャー、このピッチャーさえ使えばなんとかゼロに抑えれるぞっていうピッチャーを紹介します。もうこれほんま教えたくない、マジで。マジで教えたくない。普段俺こういうのやらへんもん。だって自分勝ちたいもん。自分勝つために絶対紹介したくないけど、先発ピッチャー限定で、ね、中継ぎまでやるとちょっと時間かかっちゃうんで、パッとは紹介するかもしれんけど、この先発投手を使えば大体抑えるんじゃないかなっていう先発投手を今から打者目線で見ていくんで、あの練習でね、なのでそのピッチャー5人、いやないしは6人パッと紹介したいと思いますんで、ぜひ最後まで見てダルビッシュさんのね大会挑戦してバッともらいましょうよ。うん、じゃあ早速いきましょう。はい、ということですね、ちょっとね、あの視聴者のツイッターの方からちょっと協力してもらって、その投手を指定で今ルームに入ってきてもらってるんですけど、まずね1人目、上沢投手。これリアル軌道なんですけど見てください、まあ、僕打たないです、とりあえず。もうパッパ投げてほしいんですけど、まあそれちょっと、はい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 、ちょっと緊張してはるね。うん、緊張してはるですね。はい、まずツーシームこんな感じですね。もう上沢投手はね、ルーム戦で何回やってもほぼ勝てたんで、これね、カーブはね、リアル軌道そんなに強くないんですよ。ナックルカーブ系、スラーブ系ですね。このフォークとかこのストレートが強いけどね、超高速フェードなんですけど、普段の大会の超高速フェードよりかはまだ打ちやすいんですよ、このリアル軌道って。うん、まあこんな感じですね、上沢投手は。まあそんな、おー、スライダー、キモ。スライダーもね、そのね、キモさを兼ねてるんで、このリアル軌道になると。でサイドスローとかアンダースローのピッチャーがまたね、ストレートが浮いたりするんですよ。それでは上沢投手は持ってる方はぜひ使った方がいいと思います、僕は。はい、うん、ストレートがこうやってね浮いてくるんで。ってことで次の投手見ていきましょう。はい、じゃあ続いての投手はね、石川投手ですね。はい、まあ石川投手はね、もう普段からかなり強い選手なんですけども、このね、またリアル軌道になったらまた気持ち悪いんですよ。これ見てください皆さん、シンカーです。はい、でカットスライダーも持ってるんでね、これね、これ大きい方やと思います、今の。これ未だに僕もちょっと判断ついてないんですけど、でこれ小さい方やと思うけど、回転一緒なんですよ。めちゃめちゃだるいっしょこれ。で石川投手持ってる方、多分おそらくね、全く普段リアタイやってない方もシンカーさえ投げとけば、たまにカットボールさえ投げれば、うん、多分通用するんじゃないかなと思います。カットボールとかもちょっと投げてほしいな。カットボールもなかなか気持ち悪いんでしょ。シュートも、シュを言うちゃった。あ、シンカーしか投げないねこの方。いろんな球投げて、
いろんな球投げて抑えに来てる。この方抑えに来てるんよ、素材動画で。あーいいね。あー今日高速シュートは打てるな。なのでね、まあ石川投手強いです。はい、持ってる方はぜひ使いましょう。はい、あーダルビッシュさんの試合が始まる。ダルビッシュさんの試合が始まる。有原投手です。3人目は、はい、最新シリーズね、カットボールがちょっと気持ち悪い動き方する有原投手ですね。ユニフォーム、はい、もう揃いました僕。さあ有原投手はね、あのね、何が強いかというとね、落ちるボールがやっぱりこのリアルキッド強いんですよ。落ちるボールでなかなかあの落ち幅がある。まあ千賀投手も強いんですけど、ただ有原投手ね、サクチェもあるんですよね。このカット気持ち悪い、はい、気持ち悪い認定する。で、ツーシームもあるし、まあ、ツーシームもそこカットボールめっちゃ投げるやん。素材動画で女下は連発するやん。まあいいねんけど、これね、この今の多分ね、あの抜けフォークなんですけど、ちゃんとしたフォークはすげえ落ちるんで、もう一回来るかな。抜けフォーク2連続。ちょっともうちょい低めに落とすフォークも投げてほしいけど、まあそれは仕方ない。サクチャも投げてほしいですね。あーこれツーシームはね、そんなにみんな、あの本当にね、超高速フェードのリアル軌道のツーシームは多分打てるわみんな。あー、スローカーブはそんなに変わらないですね。あー、縦スラもそんな変わらないですね、普段と。あー、ありがたい。これはあれ、あんまり有原投手強くないか。これサクチェ投げてくれへんな。サクチェ投げてってスタンプあったら嬉しいけどな。あ、今のがね、あの落ちるフォークです。やばない今のキレ。サクチェはこの有原とサクチェ持ってない、もしかして。サクチェ頼む、あと1球しかない。投げへんのかーい。はい、ということですね。4人目はですね、荒垣投手ですね。まあ荒垣投手結構もう普段のリアタイから最近外角が強い環境になって強い選手なんですけども、荒垣選手もかなり通用しましたね、この前のルーム戦で。でこの方ちょっと A ランクでね、変化量マイナス1になっちゃうんですけど、これはもう急遽募集してるんで仕方ないですね。協力してくださってるだけありがとうございます。はい、まあ見ていきましょう。もう僕振らないんで。またはい、まずこの縦バニッシュボールね、まあ、もうちょいね低めから落としてくれたら嬉しいんですけど。でフォークも持ってるんで荒垣投手これね、うん、ただねちょっと待って、リアル軌道ちょっとこれ試合数やってるから慣れたせいか、俺打てそうやな。打てそうな気するよ。はいはいはい、まあこんな感じですよ。あと荒垣投手ツーシームも持ってますんで、ちょっと一回打ってみて。やっぱ強いな。これ変化量マイナス1やから普段もっと落ちるからな。ちょっと1打席真剣に打っていい。あ、やっぱむずいわ。うん、はい、ということで5人目はですね、高橋礼投手ですね。はい、ここに来てアンダースローの投手が輝くリアル軌道の大会です。ただね、あのストレートしかないので、あのストレートしか、そのなんていうかな、なんていうんですかね、ストレートしかないという言い方もあるやけど、ストレートがやっぱりこう持ち味なんで、他の、例えばスクリューも持ってるんで、シンカーっていうんかな、シンカーがあるんで、ほら見て、ストレートすごい浮くでしょ。普通のピッチャーよりストレート浮くんすよ。でこのストレートがかなり厄介なんですよね。で中継ぎも確かできたんちゃうかな。うわすごい、すげえ浮く、浮かの浮くねって言ってるんですよね、この浮く投手のこと。ほら進化気もない、めっちゃストレートがね、浮くねっていうか、新宿2丁目の浮くねっていうね、あのバーをやってます。はい、浮くねしょうもない、もうしょうもないけど、うん、あのすごい浮くんですよこれ。でシンカーもある。この2球種さえあれば本当に抑えれるんじゃないかなって。だから中継ぎでもいいよね。先発ちょっとあと2人ぐらい紹介したいんで、5人目はね、ちょごめんなさいね、ちょっと今メッセージが来ました。5人目は本当に誰でもいいと思ってますんで、今紹介した中の、まあ、そこでちょっとミックスしてもいいし、あと2人ぐらいちょっと紹介したいんで、とりあえず高橋礼選手はこんな感じ。ちょっと1回打ってみよう。ほらすごい、ちょっと待って、怪しいぞ俺、大丈夫か、明日からやぞ大会。うわ、あ、スライダーもなんか一回下来てから曲がるんや。だからね、もう一人山田久志投手とかもこんな感じなんで、おし、お、入った。山田久志投手とかもこんな感じやから、中継ぎもできますし抑えもできますしね、山田選手は。で高速シンカーなんで、おー、なるほど。はい、ということです。5人目、まあ、6人目サンチェス投手なんですよね。これね、僕あのサンチェス投手なんですかね、あのルーム戦では対戦しなかったんですけど、強いみたいです。はい、なのでね、あのありがたいことにサンチェス投手で入ってきていただいたんで、ちょっとダルさんのね、あの試合がもう始まってるんで、今ちょっと一回思ってみんな忘れた、もう最悪、ちょっともうこれで終わりたいな。今日サンチェス投手、わーいいな、ツーシームとスプリットの見分けがね、つきにく、あ、ちょっと待って、サンチェス投手強いかも。ツー
シームとスプリットの見分けがつかへん。あの普段もサンチェス投手のスプリットって若干なんか普段みんなと違うんですよね。そこがまたリアルキットで生きてるかもこれ。あ、サクチェもあるんよ。5人目サンチェスっすねこれ。おお、いやいいな。おい、ちょっと打つわ。おら、あー、まあまあけどサンチェス投手強いっすね。うん、はい、ということですね、今紹介した選手、上沢投手、石川投手、有原投手、荒垣選手、まあ、サンチェス、高橋礼で、まあその他にもね、あ、マチャド、マチャド、あー惜しい、すいません、すいません、ちょっと今マチャドがマチャドセンターオーバー打ったんで、まあね、あとね山田投手とか則本投手とかね、中継ぎで、まあその他の増田投手とか結構ね、シンカー持ちが強いんじゃないかなっていう風には僕思います、このリアル軌道ね。はい。なのでまたね、ちょいちょい多分、おいおい、また、なんていうんですかね、まあまあ、おいおいとか、まあ、生放送、まあ、明日もしますし、多分、これから大会もしますんで、そこでまた強いピッチャーをね、探りながら、やっていきたいと思いますんで、今日はちょっと真面目な動画になりました。はい。笑い一切なしでした。ってことでね、パドレス、今日は絶対打ってくれよ。You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible.